はい、今日はピザ窯をね作ってみたくて、ミニチュアので、ピザ窯の上のドーム部分、これ使えるなと思って、これに粘土をかぶして、これあれですね、ザル、ラーメンザルかな。でこれをね、これも気をつけてください、あの真似する方は。これハサミで切れるんで、この部分を切ります。この部分を取ってもいいですね、切ってもいいし、この部分取っていって、ワイヤーにこれを固定していこうかな。こっち側にこうやって、適当に、はい、こうなりました。で、粘土を出して、この石の石粉粘土です。できました。こんな感じでちゃんとドーム型になったんで、しっかり。でこれにレンガの跡をつけていきます。物差し、これも後で洗えばいいんで、とりあえずこうやって、はい、これこんな感じでできました。四角を2つ作って、適当な大きさに、で一つはこの網に固定するんですけど、こんな感じで、はい、こんな感じになりました。で中もこのワイヤーとかを隠しながら整えていって、はい、もうここまでできたんで、こんな感じで。でこれをね、この粘土でここくっつけます。このドーム型を、はい、こんな感じでできました。これを1日乾かします。で絵の具塗って完成で、あのピザを焼くのはまだ先ですね。また別で、これが完成してまた別で動画撮ります、はい、ダイソーの絵の具、この茶色の絵の具で塗っていきます。適当にね、
雑な塗り方の方が味があるかも。はい、色塗りしました。でね、余った粘土でトトロとかつけてみました。めっちゃ可愛くなった。これをもう乾燥させて完成です。でもピザ焼くんはまた今度にします。でね、これワイヤーで丸く作ったやつにアルミのお皿を切ってこうやってくっつけただけなんですけど、これにピザ乗せてこうやって入れて焼こうかと思います。でここは火、ろうそくでもいいんですけどね、何でも。乾いたらまた試しにピザ焼いてみます。またピザ焼いてる動画はまた後日撮ります。